こんにちは、マセです。今日 FOMC が終わったんですけど予想通り0.25%の利上げをしました最近の金融不安を踏まえて利上げの休止が検討されたんですけど結局はインフレ抑制を優先しましたインフレ圧力は強いんですけど銀行がお金を貸してくれないことで インフレが抑制されるんじゃないかと言ってますアメリカの銀行としてはリスクを取る余裕がないってことです。だから審査を厳しくするんです。そうすると結果的に物が売れないですからインフレが抑制されるとそういうことです。今後の利上げなんですけどもうそろそろ終わりそうです。継続的な利上げが必要が削除されて いくらかの追加引き締めが適切となる可能性を見込むに変わりました。あと一回0.25%の利上げで終わる可能性もあります。ただし年内の利下げは見込んでないと言ってます。その結果アメリカ国債の利回りが低下しましたから金は上昇しました。30ドルぐらい上昇しました。一方で 円高も2円ぐらい進みましたから、円建て金価格は数十円上昇したぐらいです。1グラム9200円ぐらいです。一方で、ニューヨークダウは500ドルぐらい暴落しました。そのきっかけは、財務長官のイエレンさんがこう言ったからです。全面的な預金保険を提供することを、規制当局は検討していないと、 現在アメリカの預金保険は25万ドル、だいたい3200万ぐらいなんですけど、シリコンバレー銀行の経営破綻時には無制限に保護をしますよって表明したんです。でもこれは特別であって、高級的な制度ではないですよって言いたいみたいです。そう判断してダウが暴落したと、そういうことです。 まだまだ金融不安は収まりませんね。次の FOMC は5月3日なんですけど、今のところは利上げしないが50.1%、そして0.25%の利上げが49.9%と、今のところは五分五分です。多分あと一回は利上げするはずです。では以上です。 ご視聴ありがとうございました。